水の電気分解の実験です。水に電流が流れやすくするために水酸化ナトリウムを少し溶かしてあります。2つのタイプの電気分解の装置ですけれど、はい、どちらも黒の線、マイナスの側に気体がたくさん集まります。これは水が電気分解されて、水素と酸素に2対1の割合で分解されるために、マイナスの側に水素が集まって、プラスの側に酸素が集まるために、このような違いが出ます。